はい、こんにちは。こんにちは。テゲテゲゴルフチャンネルの桜井です。今日からまた新しいことをやります。はい、はい。今日のレッスンの動画と国家管理の動画再生リストちょっと分けてみるので、はい、はい、ちょっと皆さんご覧になってください。で、今日のレッスン、今日から新しく始めるレッスンはもう超初心者、はい、明日からゴルフを始めたいとか、はいはいはい、ちょっともうそろそろ始めようかなっていうね、人たちのために、動画を作っていこうかなと思ってますので、はい、はい、で、うちのインストラクターの藤川プロです。はい、藤川です。お願いします。お願いします。藤川プロを、モデルにしてこういう、ね、初心者のレッスンとかをちょっと手伝ってもらいます。はい、はい、お願いします。ですので今日どうかよろしくお願いします。お願いします。はい、まず、スクエアグリップからいきましょう。はい、はい、スクエアグリップはまず左手の V、 ちょっと刺してもらってやっていいですか。このそうですね、その V が右の耳、大体このライン、はい、もう一回いいですか。そう、そのラインが、このラインがまっすぐ、はい、右の、そうそうそう、耳に当たるのがスクエアグリップですね。で、右手もそこに来ます。右もこの、うん、そうが右耳に当たるのがスクエアグリップですね。そうです。で、次ストロング、ストロング、そうストロンググリップ、はい、その左手の V、 はい、 V が右肩と右耳の間、そう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 、間に来て、はい、右手も、そう、もうちょっとかぶせる、うん、これが右手が右肩と右耳の間を V が向いているのが、ウィークグリップ。そう、ウィークグリップは左手のそのさっきの V が、まあ、自分の顎、そうそう、で右手が来まして、ここも、顎に V が向いてるのがウィークグリップ。まあ、大体、この3つに分かれてます。スクエアグリップ、ストロンググリップ、ウィークグリップですね。はい、はい、じゃあ実際に今から、3つやったグリップを実際に打っていきたいと思います。はい、まず、スクエアグリップ、スクエアグリップですね、はい、先ほど言ったまずスクエアグリップで打つと基本的にどうなるか、うん、わあ、まっすぐですね。スクエアグリップにで打つとまっすぐ行きましたね。はい、で次はストロンググリップ、ストロング、はい、はい、お願いします。うん、若干左目のフック系が入りましたね、はい、ストロングが、はい、じゃあ次はウィークグリップ、はい、お願いします。さあ、まあ、真っすぐ左手飛んだら次は大体みんなわかります。はい、ちょっとボケてくれなかったんですけどスライスになりましたね。はい、じゃあこの3つのグリップでもボールが打ち分けられるってことじゃないですか。そうです。まあそのね、いろんな理論、国家理論僕らやってるじゃないですか、はい、やってますけど、別にそのそういうのも大事だけれども、どうしても今日一日フックが止まらない、はい、時にはちょっとウィークグリップにしてスライス系、やっぱり例えば、まあ、ちょっと左行くのが嫌とかでも、うん、全然変えていい、そうですよね。プロとかも結構そういうのやってるので、はい、じゃあ逆になんか右が OB だなって思う時にはストロングにするとか、うん、っていうのも、こういうグリップだけでっていうシンプルにやっていいという、ちなみになんで、ストロングは左に行くんですか。まあ基本的にちょっとあのフェースローテーションがどうしてもやっぱ多くなってくるグリップになるので、はい、やっぱり球が捕まりやすい傾向になるんです。なるほど。
したらやっぱり球が左に出やすいっていうやっぱことになってきます。なるほど。逆に、はい、ウィークグリップにすると、うん、フェースローテーションが抑えられる分、はい、球が右に捕まりにくくなるので右に飛びやすくなってくると思います。なるほど、はい、じゃあその調子の時にその調子っていうか調子悪い時、うんはい、フックが強いなと思う時はじゃあ、スライスグリップにして、そうです、スライスが多くなる時はフックグリップにするっていうのもゴルフの一つですよね。そうですね、やっぱり若干、まあ、そんなに極端に変えすぎるとあれと思うんで、はい、まあ、若干の変えは全然いいと思います。なるほど、はい、じゃあそれをこういうグリップもちょっとこう試しながら、そうです、今いろんな理論も一応あるじゃないですか、はいはい、うん、とは別にもうどうしてもちょっともうシンプルに直していきたいなっていうときはこういうグリップでも全然ありということですよね。まあ、グリップもまず多分皆さん、まあ、見直されてないことが多いと思うので、うんうんうん、まあ、この機会をぜひ利用して直してみてもらえればいいと思います。はい、ぜひ皆さん試してみてください。